おはようございます、じゅんです。カイトです。今回新しく、はい、ガーミンさんから、時計型でおなじみガーミンさんから、GPS とレーザーが一緒になった距離計が発表されました。おこれです。じゃーん、これです。 Z82 です。この新しい Z82 では3つの特徴があります。1つ目はレーザー距離計に GPS と地図データが搭載されているということ。2つ目は鮮明で見やすいデジタルディスプレイ。へ、3つ目はレーザー距離計なのにスマホとデータ連携できるデバイスになっているということです。すごいっすね。なんかモリモリだよね。モリモリだよね見たことないと思う。なんか地図が出てるのとか、あ、地図が出てるってことなのか。そう、中にこう覗くと地図が一緒に出てくる。じゃあマップと映像が2つあると。そうすごいねそれ。なのでちょっとラウンドしながら、この Z82 のいいところ紹介していきたいと思います。ですね、やっていきましょう、はい。よろしくお願いします。お願いします。はい、カイト君、はい、普段レーザーはどんな場面で使ってますか？レーザー使う時って言ったらやっぱセカンドでグリーン狙う時、ピンまでの距離測るぐらいかな。ああ、なるほどですね、これは地図がついてるので、ティーショットから見てみてほしいです。ティーショットでもなんか使えるの？そう。ティーショットからいけるの？ティーショットからいろいろ。すごいこれ。すごい。どうなってますか？覗いて。はい、左側にマップがあって右のバンカーの奥まで何ヤードとか、そういうのまで書いてくれて、エッジ表記のところまでも書いてくれたりとか、あ、分かりやすい。すごく分かりやすい。マネジメントしやすくなるね、こうやって全部、なんか言ったら上から見えてる感じだから、見えないバンカーとかもこれで見えるってことだからね。そうそうそう、この左のマップでね。そう、プラス自分が狙いたいところもこれで測れるっていう。そうそうそう、一石二鳥だ。すごいよね。普通はさ、なんかあそこまでの距離しか見えなかったりとかするけど、全部見えるからね。本当デジタル化されたゴルフになってきたね、こういうのがあると。じゃあお願いします。はい、こっち。あ、大丈夫か。 OK OK。ボタンを押して、お、合いました。すごい、ピンに合うとブルッとして、赤い文字が黄色い文字になって、なんだろう、確定されたって感じ。へー、あ、分かりやすいね。すごい、変わるんだったら。でもなんか木とかに当たってもブルッてなんないの。フロントが196ヤード、センター207ヤード。でちょっとほぼセンターでプラス1ヤードなんだね。うん、高低差はね、ゼロ。バンカー手前、はい、右ラフ、OK。こういう距離で、こういうの持ってたら、測りたくなっちゃうね。測りたくなっちゃう。なっちゃうよね。でこれ多分普通のやつだとバッと測って45ヤードでピンまで出るわけ。だけどエッジまで36ヤードまで出るから、これは。なるほどなるほど。だから45と36の間を狙って打つってこともできるよね、これだと。ああ、そっかそっか。この距離45って言ったら45ヤード打ちたくなっちゃうね。なるなる。でしょ、けど45ヤードにボール行っちゃったら絶対奥行くじゃん。奥行く。だけどエッジまでが出るからさ。なるほどね。これそれが俺いいなと思う。なるほどね。普通のレーザーだとピンまで狙っちゃうのを、多分ちゃんとエッジとね、エッジと考えられるから、だからゴルフにすごい役立つレーザーだと思う。いいね、そういうのも考えて打てるようになるからね。36ヤードだから40ヤードぐらい。40ヤードぐらい打てばいい。そう、うまい。おお、ナイスオン。はい、ありがとうございます。うまい、さすが。ナイスパー。イエーイ、ナイスパー。ちょっとでも早いかもしれない。けどまあこれは登りね。あ、強い強い強い。惜しい。はい、ナイス。ラボです。これレーザーで、ハザードとレイアップって機能があって、あの左のバンカーの方を見ると、左のバンカー手前で144ヤード、で左奥越えるので163ヤードって。へえ、そんな細かく出るんだ。そう。逆に右にもバンカーあるでしょ？手前の方にね。そうそう。右の方を見ればそっちのバンカーが表示されて、手前120ヤードで奥145ヤードって。なるほど。すごい。出る。すごい。すごくない？何でもついてる。何でもついてる。
で、じゃあこれであとはピン測れば、うん、ピンまで170ヤードで、はい、打ち上げがプラス1で171ヤード171ヤード、で、フロントエッジ152ヤード、センター164ヤードで、うんうん、奥が176ヤードがちょっとピン奥めだね。はい、いいじゃん、ナイスオン、うまいね、花道、あ、全然違ういや、花道オッケー、転がってる転がってる、違うんだよな、おー、あー止まって、嘘でしょ、うまい、もうちょっとナイス、この辺、はい、お、いい感じじゃん、いい感じ、入れ、うわー惜しい、全然入んないねない、あー、惜しい、ナイスです、なんとですね、これスコアがここで入力できるんです。じゃあ紙もいらないじゃん、八手島教えてくれてスコアも打てんだったらもうね、そう、パターの後にスコア記録開始ってやつかな、パット数入れて、はい、入れました。あとこれはアプリと連動してスマホでも確認できます。競技だと高低差が入って、あ、そうですね、出せないね、使えないから、うん、ここがツアーモードにすると、これツアーって書いてあるやつね、光るようになってて、うん、でちゃんとオフになってますよっていうのをお知らせ、あ、そうなんだ、できる、できた、できた、で、ほら、ほら、光った、あ、光ってる、ほら、本当だ、これがトーナメントモード、したらこれで測ると、はい、あ、高低差が出ない、あ、出ない、出ない、すごい、試合でも使えます、使えるね、うん、めっちゃいいじゃんこれ大いや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 、右、 OK、 あー、よいしょ、その右だわ、いやー片道から近いね、 OK、 ナイス、はい、ショットの飛距離をこれで計測することができます、計測できるらしいから、うん、一旦どっかにセットしました、はい、はい、歩いてみますか、これね、歩き出すとね変な光景だじゃあね、右上のね、うん、数字がね、うん、どんどんね、増えていくの、あ、増えていく、そうだ、何ヤードかが、あ、分かるんだ、そう、今どう、え、10ヤードぐらい、今ね、14、15、17 あの、視聴者さんとかさ、うんうん、普段ゴルフが楽しくて、うん、週末行ってるみたいな、うん、ゴルファーの人にはすごく便利で、確かに、すごくなんか機能性があると思う、うんうんうん、なんかもっとゴルフを楽しくなると思う、そうだね、考えてできそう、うん、そう、ただ球を打って球あのカップに入れるスポーツじゃなくて、うん、いろいろ考えなきゃいけないんだって多分実感すると思う、うん、ああ教えてくれるからね、これ使ってると、確かに確かに、あとそういう作業をできるじゃん、これやると、できる、そうだね、でこういうの買ったらなんかそういうの全部使いたくなるじゃん、うんうん、使える機能って、うん、セカンド地点にやってまいりました、はい、さっきティーグラウンドから測って、うん、はい、じゅんちゃんの飛距離ボールまで来ました、はい、何ヤードか、はい、何ヤード、じゃじゃん、じゃん、161ヤードちょっと当たり悪かったですね、そうだね、ちょっと当たり悪いと青木純でも160ヤードしか飛びません、で普段はどのぐらい飛ぶの、いや、わかんない、でも飛んでる時はなんか200とか飛ぶ時あるんだけど、飛びそうじゃない、あの球で160来てるんだったら、うん、なんかね、ほんと日によってというか、うんうん、1回1回が結構ドライバーは違うかも、うん、でもこれそうやってさ、飛距離とかも測れるからさ、ほんとは俺も220ヤードぐらい飛んでないかもしれないけど、うん、これやればバレるからね、みんなの飛距離をこっそり測れる測れるっていう、だから自分の飛距離の目安にもなるし、うん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 、すごくいい機能だと思います、そうだよ、でもね、やっぱ女の子でね200とか普通飛ばないよ、飛ばない飛ばない、私もめっちゃいい時だもんね、うん、で、この Z82 は今アプリと連動していて、うん、風速と風向きが見えます、そうなの分かったらもう最強じゃんその天気予報と連動して、うんうん、へー、こっちからこう吹いてるよとか、そうそうそう、だってね、こうやってやってもさ、なんか分かんないじゃんね分かりない時もあるもんねあれみたいになる時あるけど、うん、これはもう完璧です、今はどうなの、うん、風はどっちから来てんの、今はなんか左前から1メートル、うん、って書いて、あ、もうそこまで出るんだ、うん、へー、左前からのアゲインストで、はい、うん、はい、そうですね、ピンまで147ヤード、お、
で上りが 2ヤードあるので149ヤードです。おー、149ヤード。はい。ちょっと右、ちょっとバンカーを避けて。はい。サブグリーン、ナイスオン。出ます。オッケー。狙いきれません。ピンまで67ヤード、打ち上げが1入ってます。はい。あ、左のバンカー手前が35ヤードでね。奥越えるのが52ヤードです。どうですか？大きい。なんかずっと大きい。ね、パンチ入ってるから。パンチ入っちゃってる。よし。しっかり打ててます。オッケー。上手なの見つけ。ちょっと開きます。そしたら。おお。こんぐらいで。いいね。うまい。すごいね。うまくない？いや超うまい。超うまい。ちょんとってタラタラタラみたいな。うまい。ナイスだね。惜しい。まっすぐだった。まっすぐだったね。ナイスです。バギー。ナイスパー。ナイス。海斗くんお疲れ様でした。お疲れ様でした。 Z82 使ってみてどうでしたか？いやー、 Z82 は僕的にはすごく画期的だなと思いましたね。うんうん、普通だったらカートに乗っかってるコースマップとレーザーを照らし合わせて、うん、なんか飛距離を測ってたのも、うんうん、なんかこの Z82 があればそれ一発で、うんうん、それだけで全部出てくれるし、細かく出してくれるんで、うんうんうん、ツアーモードとかその試合でも使えるようになってるんで、すごく僕は気に入りました。なるほど。欲しい。欲しいですね。ガーミンさん欲しいですね。そうだよ。これね、これを使ってね、うん、カイト君が試合でね、勝ってくればなお、ね、いい宣伝に、ね、なるんじゃないかなあと、まあ、レーザーとしてもすごい正確なの で、はい、そうですね、補足したことがすごい分かりやすくなってました、うん、でこれからね、ゴルフ本格的なシーズンになってくると思うの で、はい、うでね、皆さんもぜひね、Z82 チェックしてみてください。はい、皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。グッドとグッドだから。グッドとグッド。はい、お願いします。バイバーイ。